こんにちは。おはようございます。こんばんは。今日は花束という絵を紹介させていただきます。ちょうどクリスマスが終わり、大切な方に花束を贈られた方、花束を受け取られた方、たくさんおられることと思います。男でも花というものはもらうととても幸せな気持ちになります。食いしん坊の私でも食べられなくてもお花というものは誕生日でも何の時でも普段でもお花というのはもらうと嬉しいもんですね。とても心があったかくなります。子供の頃でしたら、こう道端に咲いてるタンポポとかレンゲとかポポンと摘んでさっと渡せば簡単にできたと思うんですけど、なかなかする勇気がないというんですかね、そういうかっこつけのようなことが恥ずかしくてできなかったというので一度もしたことはないです。大人になってもなかなかお花を買ってそれを何かの時にお渡しするというのはやれば簡単なことだと思うんですけど、なかなかこっぱずかしいとかそんなタイプじゃないとか自分で言い訳をしてできてなかったので、まあお誕生日とかクリスマスぐらいですかね、お花を渡すことができるのが、こう渡しべたいんですかね、もらって嬉しいものならお渡ししたら必ず相手の方は喜んでもらえると思うので、なんで今までそういうことができてなかったのかなとか、してこれなかったのかなとか、この60ぐらいになると反省しますね。今やったらそんなにまあ恥ずかしくもなくお渡しできたりとか、逆に感謝の気持ちとして何かありがたいなとか思った時とか、素直にこうどんどんお花なり何なり、まあ播磨焼きのおせんべいおかきなりを普通にこうありがたいないことでお渡しできるような人間になりたいなと思いますね。私も YouTube 30本ぐらい撮ってすぐ心が折れかかって、同級生の友達が40代の女性の方、独身の方が見て、面白くないけど見てくれてるよということを教えていただいて、その言葉一つで ありがたいなと思って30本ぐらい撮ってた YouTube が今80本ぐらい今自分で撮ることできましたんで、お花にしても播磨焼きのおかきにしても言葉一つにしても、こう思いを伝えるとか、相手にそのこういうことですよと伝えることによって受け取った方というのは心からエネルギーが湧いたり頑張ろうと思ったりとかするもんですね。ですから自分の言葉というのは自分が思っている以上に受け取られる方はエネルギーになったり愛になったり活力になったり、ありがとうという言葉が怒りになる方はないと思いますので、どうせプラスになるありがとうとかいう言葉とかものとか感謝はもっと積極的に相手に伝えていくべきだと思いますし、まあ60のこの私が60になってやっと気がつくのは遅すぎたと思うんですが、今まで私も大変お世話になった方、助けていただいた方に感謝の言葉を述べずに来てしまっている方も多くありますし、本当はもっと何かしていただいた時にポンポンの中に全部自分が入れるんじゃなしに、ありがたいと思えばその半分をお返しするとかお裾分けをするとかいうことができてたら、私の人生もう少し真っ当になってたのかなという反省を今すごくしているところでございます。まあ、そこでこの花束とかいうものをちょっと絵にしてみたんですけど、
お花というのは幸せですよね。こう贈られ受け取られみんなに喜んでもらえるお花。お花もこう生まれてきてこうプチンプチンと切られて花束になるから、切られる時はまあ辛いとは思うんですが、切られることによって次のまた喜びを生んでいくわけですから、お花の一生というものはそういうものなのかなと思いますね。人の人生はまあ生まれてから死ぬまで80年100年非常に長いですから、お花よりは長くあのこの世に存在できる分、もっといろんな方にお役に立ちたいなと、お言葉一つでも嬉しいなと感じるということは、こんな私の言葉でもいろいろ発信することによって、お裾分けすることによって他の方を幸せにする力があるんじゃないかなというのを最近感じました。まあ、それであの姫路城滝技能とか、まあ、世の中に恩返しが今までできてない分、何か世の中に恩返しができることはないかなと考えた時に、一つ一つ自分ができる範囲のほんの微々たる微々たるお米の一粒の分子ぐらいかも分かりませんけど、世の中の方に返していけることがあるのであれば返していきたいなというふうに思っております。まあ、今年の反省、来年の抱負言うんですかね、人様に喜びをお伝えして人様のお役に立っていきたいということを切に思いますね。あのいろんな絵を描いて、まあ、プレゼントさせていただいたり、見ていただくことによって喜んでいただいたりというのを日々の楽しみにしてやっておりますが、もしご興味あれば姫路市増井本町、太陽信用金庫城北支店の隣にございますので、また近くに来られましたら、このような拙い絵でも見て、人生の喜びを一緒に語れるような方が増えれば嬉しいなと思っております。今日はクリスマスの後ということもございましたので、花束というテーマで描いた絵をご紹介させていただきました。また来年もよろしく。辰年ですかね、来年は龍ですかね。わお立派な龍がこう幸せなお空を飛び回るような明るい来年を期待して、皆様共に来年頑張りましょう。わお、ありがとうございました。